ジバニュード・ビエーラ・ジソーザ。復帰または、ウルク・ハルクこと、ジバニュード・ビエーラ・ジソーザ。ジンニデュ・ビラ・デソーザ。1986年7月25日イ、は、ブラジル・パライバ州カンピナグランで出身のサッカー選手。中国、スーパーリーグの上海上校に所属し、ブラジル代表にも選出されている。ポジションは、フォワード・ FW、登録名の ハルクは、復帰が少年時代に愛読していたアメリカンコミック、超人ハルク、ザインクレディブル、ハルクの主人公、ハルクのことで、復帰の母親によって付けられたニックネームある。ブラジルでは、ハルクを、風紀のように発音するが、ポルトガルでは、ウルクに近い発音となる。なお、ポルトガル語では、通常シーンの H は発音しない。日本時代の登録名、復帰は、 2005年の初来日の際、川崎フロンターレのスタッフが、ウルクでは読みにくいから、H も読もうと登録名にしたのが始まり、ポルトガル遺跡以降は日本語メディアで、ウルクと表記されることもある。ピラノベ弁政府 C、ポルトガルのジュニアユースなどを経て、16歳で EC ビトリアとプロ契約。2005年2月、川崎フロンターレにレンタル遺跡し18歳で来日。 ブラジル時代は主に中盤のポジションでプレーし、川崎でも当初はミッドフィールダー登録で C 契約選手であった。当時はジュニーノ、マルクス、アウグストと3人の外国人選手がいたため、出場機会に恵まれなかったが、彼らが欠場した試合では結果を残した。2006年に川崎へ完全移籍した上で J2 のコンサドーレ札幌へレンタル移籍。 リーグ2位の25得点を挙げる。翌2007年は、同じく J2 の東京ベルディ1969へ、レンタル移籍し、リーグ42試合出場で37得点、J2 歴代最多タイイコール2004年に、ジュニー・ニョが、記録と前年度を上回り、東京 V の J1 昇格に貢献する。2008年に、川崎へ復帰したが、 開幕戦から結果を出すことができず、チームも勝てない状態が続いた。さらには、当時の監督、関塚隆と起用法などをめぐり対立、リーグ戦出場わずか2試合で、3月26日に、川崎を退団。同年4月1日に、前年に所属していた、東京 v f 復帰。ここでもコンスタントに結果を出す一方、4月12日の、第6節。 FC 東京との東京ダービーで、累積警告で退場すると審判に対して、不信感を持ち、移籍報道が出るなどして、東京部位を退団し、ポルトガルの FC ポルトへ移籍する。復帰は、ヨーロッパに拠点を移してからの序盤は、初出場でゴールを決めるが、その後はベンチを温める日が続いた。しかし2008年11月9日のポルトガルカップ4回戦の、 スポルティング CP との試合をおいて、0から1でリードされている展開で50メートルのドリブル突破から、左足の弾丸シュートを決め、チームを勝利に導いたことで評価を覆し、レギュラーに定着する。2008から09のポルトガルリーグで復帰は21試合出場で、リーグ6位の8得点を挙げるだけでなく、同じチームで、チーム得点王の9得点の FW。 ルイス・ゴンサレスや CL で6得点の FW、リサンドロ・ロペスナの,のアシストをするなど、チームプレーもこなすようになった。UEFA が選出する、UEFA チャンピオンズリーグ2008から09のトップ10ライジングスターズにも選出された。2009年12月20日、SL ベンフィカ戦の試合後に復帰ラフシーポルトの後、選手が、 スタジアム警備員への暴行を働くという出来事が起き、復帰に対して、ポルトガル国内の公式戦への無期限の出場停止が言い渡された。翌2010年2月19日、ポルトガルリーグ起立委員会は、正式に4ヶ月、期限は4月20日までの出場停止処分を犯したと発表した。しかし、ポルト側はポルトガルリーグ司法委員会に上訴し3月25日、 三試合の出場停止とする判断に変更された。これを受けて、リーグのエルミニオールレーロ会長が辞任し、またポルト側はリーグへの賠償金請求を検討していると報道された。2010から11シーズンは、ラダメル・ハルカオトにトップを組み開幕から得点を量産し、ヨーロッパリーグプレイオフの変化戦で、ハットトリックを達成するなど、 復帰も開幕からの公式戦16試合で16得点を記録し2010年9月から2011年1月まで5ヶ月連続でスーペルリーガの月間最優秀選手に選ばれた。5ヶ月連続受賞、6度の受賞は共にポルトガル新記録となった。最終的にリーグでは26試合で23得点13アシストを挙げ得点王を獲得した。 またヨーロッパリーグでも8得点に4アシストの活躍を、せ、ポルトの国内外3冠に貢献した。2012年9月3日、ロシアサッカープレミアリーグの FC ゼニト、サンクトペテルブルクに5年契約で移籍した。2015年2月17日、復帰はゼニトと2017年まで契約を結んでいたが、2年間の契約延長に合意した。 ゼニトとの契約は2018から19シーズンが終了する2019年6月30日までとなる。2016年6月29日、復帰は中国スーパーリーグの上海上校へ移籍することで合意したと発表した。移籍金は5600万ユーロ、約63億7000万円と報道された。背番号は8番に決まった。しかし、デビュー戦で、 早々負傷し離脱したこともあり、7試合4得点と1年目は期待外れの結果に終わった。2017年 FC ポルト、ゼニトで支持したアンドレ・ビラスボアスが監督に就任。ダリオ・コンカの対談で背番号10番に変更すると復帰も本領を発揮する。圧倒的な個人能力を武器にリーグ戦17得点でリーグベスト11に導き、 ACL でも11試合9得点を記録しクラブのベスト4進出に貢献した。その一方で、個人能力の高さゆえに、チームメイトにパスせず、強引にシュートに持ち込むプレーが目立ち、批判もされた。2018年、ビラスボアスが辞任、公認監督には FC ポルトで指示したビトール・ペレーラが就任。復帰はキャプテンに就任した。 2009年10月、ブラジル代表に初選出され、11月14日、ドーハでのイングランドとの親善試合で代表デビューを果たした。2012年5月26日のデンマークとの親善試合で代表初得点となる先制点を挙げると、もう1得点も加え、全3得点に絡む活躍を見せた。22841228、118612。 コールスパンイコールに3183639954621872363975593コールスパンイコールに二0 6 5 8 2 9 8 1 7 9六9 6 2 3 1 3 4 0 1 9 5通算コールスパンイコールに UEFA 通算楽しくご覧になりましたら 購読と良いです。クリックしてください。